その格好で腹筋割れてたら生かすぜ、アリサ。ああ、少し鍛えればすぐだ。修行なら付き合うぞ。そうでしょうか。腹筋。さあ、二人とも、刑事の仕事を見せてあげるわね。警察は警察なりの仕事をしていただければいいと思います。そういうことを言うのはよくありません。勝手に援護するのは構わんが、俺の足を引っ張るな。もう、とにかく生き延びろくらい言ってください。口下手な兄貴なんだ。勘弁してやってくれよ、アリサ。クリスさん、私の人気を見てますけど、何か。いや、ジェネシスに捕食能力を加えられないかと思ってな。使ってみたい気もするけど、見た目は悪そうね。舌を開けるっていうのもいい狙いね、アリス。単にサイズが合わなくて閉まらないんです。ハレンチな女とも私を見習うことだ。捕食能力か。第17精鋭部隊に入ってくれないか、アリサ。いや、その能力は第0特殊部隊向きだ。いえ、私は独立支援部隊クレイドルの仕事があるので。仕掛け、隙を見て食いちぎる。了解です。チャンスがあれば捕食します。その武器もまた悪事機か。人は戦いの場に2つのものを持っていける。それじゃ足りませんよ。グレネードに、回復錠に、トラップに。それが分かったとき、お主はまた一つ強くなる。アリサ君、制服はそのちゃんと着た方がいいよ。これでもちゃんとしてるつもりなんですけど。じゃあエリカもこっちを制服にします。その人気って人の下心だけ捕食できたりします？え、いえ、フォアの摘出くらいしかできませんけど。さくらさん、何を食べさせようとしてるの？そないな服にでかい獲物、未来で流行っとるんか？流行っているというか、これが普通というか。はるかも、いつかはこうなるんだろうか。やっぱり我がデートクラブ最強のコンパニオン、アリサちゃん。あえてまた言いますけど、ドン引きです。3年経ってもその格好じゃ言い訳できないんじゃね。アリサ、きちんと前は閉める。恥じらいも知らぬ小娘が。常に裸の人たちに言われたくないんですけど。先人老婆に捕食能力とかつけられねえかな。そんなことができるなら獅子閃光にだって。できちゃったらゴッドイーターの立場がないんですけど。シエルさん、ナナさん、ゴッドイーターの力見せましょう。ブラッドとクレイドルの共同戦線ですね。ブースト転換、張り切って行ってみよう。ハセオはショートにバスターにバリアントサイズ、いろいろ使えるんですね。もうハンマーとかスピアとかも使えばいいんじゃない？めんどくせえよ。好き勝手言いやがって。この戦いが済んだら焼肉パーティーでもしないかの？そういうことを戦いの前に言うと良くないことが起きるような。それで無事に帰還するという遊びらしい。やらせておけ。私が捕食されたら何が取り出されるんだろう。予測不可能です、フィオルン。いや、仲間は捕食しませんから。アリサさんの服素敵です。憧れちゃいます。すまない、アリサ。ルキナは少し服の趣味が。ちょっと待ってください。私の服普通ですから。